消えた天才 RTD リーグから M リーグにたどり着けなかった天才プロたち。2022年シーズンも開幕戦から役満が飛び出し、大きな盛り上がりを見せている M リーグ。実は M リーグには前身といえるリーグ戦があったことはご存知でしょうか。このリーグ戦に出場していた麻雀プロの大多数がその後 M リーガーとなっており、大井隆晴プロが再び注目を浴びるきっかけになったのもこのリーグ戦です。今回の動画ではそんな M リーガーを多数輩出したリーグ戦に出場しながらもその後指名を受けていない悲運ともいえる麻雀プロを紹介します。 M リーグ向きと言われながらも指名漏れ、井出康平。 M リーガーを多数輩出してきたリーグ戦とは、 M リーグのチェアマンである藤田進が2016年に満を持して立ち上げた RTD リーグです。正式名称は藤田進インビテーショナル RTD リーグとなっており、藤田自身が認める麻雀プロを人気や実績など関係なく招待して行われるリーグ戦です。ちなみに RTD の意味はリーチツモドライチの略語で、1000、2000から始めましょう、それから万貫以上を目指しましょうという意図が込められています。団体の垣根を越えた麻雀プロを集めたリーグ戦の実施は当時としては非常に画期的で、 RTD マンスリーリーグとして立ち上げられた初戦には連盟、協会、最高位戦、 RMU、 麻雀連合のプロ団体からの招待された15名のプロに加え、藤田本人もメンバーに加わった16名でリーグ戦がスタートしました。初期メンバーには大井プロの他に小林剛プロや佐々木久人プロなど、その後 M リーグドラフトで1位指名を受けるプロたちが多数参加していました。その中でも M リーグ向きと言われていたのが日本プロ麻雀連盟に所属する井出康平プロです。井出プロは麻雀歌舞伎者の愛称の通り、セオリーにない手順を踏んで上がりに結びつけるなど、見ている側を楽しませるエンターテイナーの気質があるプロです。井出プロは RTD リーグに出演する前からモンド21の放送対局に出演するなど人気も兼ね備えており、 M リーグ開幕前には指名の可能性があるメンバーにも名前が挙がっています。井出プロは麻雀プロの経歴としてはかなり異色の経歴の持ち主で、麻雀に出会ったのは中学3年から漫画の坊や鉄にドハマりしたことがきっかけだったそうです。周りの友達も同じく漫画にハマっており、そいつは通らねえぜや明日は晴れるかななど漫画のセリフを言い合ってふざけていました。その後井出プロは野球推薦で高校に進学しますが、ここで事件が発生します。井出プロ曰く、かなり複雑な経緯でジャニーズ事務所の公開オーディションを受けることになり合格してしまったんですと、本人が望んだわけではありませんが全国放送されていたオーディションを見事通過してしまいます。この放送を偶然見ていた野球部の監督に激怒され、次の日には退学になってしまったのです。この時の出来事を井出プロは当時の野球部の仲間たちには衝撃的だったと言われるくらいインパクトのある出来事だったんですよと振り返っています。結局野球の道を諦めることになった井出プロですが、高校を中退した後に平日は麻雀漬け、土日はジャニーズのレッスンやコンサートに通う日々を送りました。18歳頃にはジャニーズでの活動も終え、麻雀一本の生活を送るようになり、麻雀店で働き始めた井出プロは20歳頃から成績も負けなしとなり、天狗になった状態で連盟のプロ試験を受験し合格します。その後先輩プロたちに井出プロはいかに自分が井の中の蛙だったかと知らされましたと語るように、麻雀でボコボコにされる日々が続きました。自分の実力を過信していた井出プロはここで心が折れてしまってプロ活動を一時休会し、自分の実力を見つめ直す時期に当てていたようです。そしてその後覚悟を決めて復帰を果たした井出プロは以前にも増して積極的に自分を売り込み、麻雀店などで行われるゲスト活動にも力を入れます。またベテランプロとの勉強会にも顔を出すようになり、井出プロは
この期間で一気に自分の麻雀が底上げされた感じがしますと、ジャン力がついたことに手応えを感じます。そしてその勢いに乗り、若手プロ限定の大会である野口賞で優勝。さらに具体的な時期は不明ですが、その後同じ連盟に所属する二階堂姉妹の妹二階堂亜希プロと結婚。しばらくこの事実は公表されていませんでしたが、2015年頃には公に知られることになりました。野口賞での優勝と二階堂プロとの結婚で、井出プロは順風満帆といえる麻雀プロ人生を送っていましたが、 RTD リーグでは結果が残せず、2018年の M リーグドラフトでも指名漏れ。さらに悪いことは続くのか、妻の二階堂プロが同じチームに所属する勝俣健志プロと不倫状態にあるとの報道が写真週刊誌に掲載されたのです。この件についても公式な発表はありませんが、井出プロは二階堂プロとの離婚を発表しました。現在井出プロは自団体のリーグ戦の A2 リーグで活躍するとともに、自身の YouTube チャンネルを立ち上げ、次のドラフトで候補に入ることを目標に活動を続けています。井出プロの映える麻雀は M リーグの舞台に向いているはずなので、今後の活躍に期待しましょう。女流最強の呼び声が高い麻雀ラリアット、中田香奈。連盟所属はおろか、全ての女流雀士の中で最強の呼び声が高い中田プロ。近年も同じプロ団体に元乃木坂46の中田香奈が入ってきたことにより、中田が出るって聞いてきたら、こっちの中田かよ、間違えるにも程があると面白がったコメントが寄せられていますが、本人は不快に思うことなく、お約束のネタとして楽しんでいます。ちなみに中田プロの読みは中田、中田プロの読みは中田です。最近は2人でチームカナリンを結成し、放送対局に臨むこともあるので、2人の関係性は非常に良好と言えています。中田プロの実力は以前から折り紙付きで、 RTD がリーグ戦からトーナメント戦に形を変えた2019年にサバイバルマッチを出場し、首位で通過して本戦に進出。惜しくも予選敗退となりましたが、男性プロに混じっても引けを取らない麻雀を見せており、中田プロはサバイバルマッチで歴代優勝者の大井プロと平賀プロを5-1でねじ伏せました。中田プロは麻雀で最も大切にしていることを、ルールで打ち方をあれこれと変えないことであると語っており、 RTD トーナメントに出場した際も、たとえどんなルールでも上がったら加点されるし、補充しなきゃいい、それは一緒なので、とにかく全員の展望をかき集めるぐらいの気持ちと語っています。またトーナメントの対戦相手の瀬戸熊直樹プロに対しては憧れがあるといい、若手中堅プロにとってものすごいヒーローなので、やっつけたいけどやっつけられたい葛藤もあるんですよね。やられるのも気持ちいいんですよ。本当に勝っても負けても私にとってはプラスの舞台なので、と複雑な心境を明かしました。男性プロに混じっても引けを取らない中田プロの異名は麻雀ラリアット。中田プロは麻雀を覚え始めた15歳の頃からすぐに麻雀プロの存在を認知しており、20歳を超えてフリー雀荘で麻雀を打つようになると、プロへの憧れが強くなります。さらに中田プロは当時連盟の重鎮プロである伊藤優子が主体となって実施されている麻雀の勉強会男塾に3年間在籍していた経験の持ち主です。連盟の試験を受験したのは2004年のこと。半年間の研修を受けた後に、中田プロは21期生として麻雀プロの道を歩み始めました。ちなみにプロ入り試験の試験官を務めていたのは当時連盟に所属していた大井プロだったそうです。プロ入り後すぐに中田プロは新人戦にて優勝し、連盟に所属する女流プロによるリーグ戦である女流桜花では第4期で優勝。さらに2016年から2018年までの3年間一度も女流桜花のタイトルを譲らず、史上初の3連覇を達成しています。 M リーグ開幕時にもドラフト指名候補として名前が挙がりますが、初年度での指名はなし。
さらに女流プロの参加が必須となった2019年のドラフトでは、その後 M リーガーになる岡田紗佳プロや水原明奈プロと同じファンによる指名有力な女性選手の投票企画で上位12人に選ばれました。実績も十分であり、妻よりもロンを狙いたいという独特な雀風も M リーグ向きと言われましたが、2019年ドラフトでも中田プロの指名はありませんでした。中田プロは M リーグへの思いをいつか選ばれる選手になりたいと語っており、そのためには男女混合の大会で優勝すればもっと注目されるはずなので、次団体以外のオープン形式の大会にも積極的に参加したいと意気込みを語っています。麻雀ファンからも中田プロが M リーグでラリアットをかますシーンが見たいとの声が多いプロなので、男女混合の大会に出場した時の中田プロに注目しましょう。歴代優勝者の1名が指名漏れ。平賀俊彦。2016年からスタートした RTD リーグは2019年のトーナメント形式での開催を含めて計4回開催されており、歴代優勝者には2016年大井プロ、2018年小林プロ、2019年佐々木プロと M リーグ各チームのドラフト1位指名を受けたプロが並びます。しかし2017年に RTD トーナメントを制した平賀プロは、 M リーグ前年に行われた大会で優勝しながらも、その後のドラフトを含めて指名から漏れています。平賀プロは所属団体の最高位戦のプロ仲間からも強いと評判の麻雀プロとして有名であり、 M リーガーの村上純プロも私には理解できないほどの天才とうなるほどです。平賀プロが麻雀に出会ったのは中学生の頃、友達と一緒に麻雀を始めましたが、平賀プロはメキメキと腕を上達させ、仲間内では負け知らずの存在となります。その後も友達や知り合いとセット麻雀を楽しむ生活を送っており、大学進学後に舞台俳優を目指していた頃も、稽古帰りにフリー雀荘に通うなどして麻雀を続けます。平賀プロにはこの頃、好きな麻雀を楽しむために雀荘での勤務はしないとの決め事を設けていましたが、付き合っていた人と別れて自暴自棄になっちゃってと、環境に大きな変化があったことでその決め事を撤回し、雀荘でのバイトを始めました。そこで平賀プロはプロになりたいって話をしている人たちと麻雀を打つ機会があったんですが、何度卓を囲んでも勝つので自分は強いんじゃないかと思うようになったのですと、自分の麻雀の実力に気がつき始めます。そして雀荘のバイトを続けながらプロの道で生活していこうと決めた平賀プロは、大学時代から続けてきた舞台俳優の道も立ち、30歳の年齢で最高位戦に入会しました。入会後の平賀プロは破竹の勢いでリーグ戦を駆け上がり、最高位戦史上初めて入会からストレートで A リーグ入りを果たしたのです。この時のことを後の M リーガーとなる石橋信弘は、リーグ戦もぶっちぎりで昇級するし、麻雀もギリギリまで攻めてくるのでとんでもない人だなって思っていましたよと語っており、平賀プロの強さは団体内でも認められることになりました。平賀プロは2016年に行われた麻雀プロ団体日本一決定戦に最高位戦の秘密兵器として出場しましたが、その存在感が強すぎたことで秘密兵器ではなく最高位戦の看板選手として活躍を見せました。ここまでの活躍に加えて RTD リーグでも優勝し、実績を十分に積み上げた平賀プロですが、 M リーグドラフトでの指名はありませんでした。 M リーグへの思いについて平賀プロは、僕は花がないから麻雀の結果を積み上げるしかないと語っており、 M リーガーへの道を諦めてはいません。自身の麻雀を押し引きではなく押せ押せと語る平賀プロの攻撃的な麻雀をぜひ M リーグでも見せてほしいですね。見せて勝つことが信条、鈴木達也。2016年から開始された RTD リーグに3年連続で参加していた鈴木プロ、近年のトッププロの中では
異色の手役重視麻雀を打ち、テレビ対局などで派手な上がりを見せることからついた異名は麻雀ファンタジスタ。2001年に日本プロ麻雀協会に入会すると、その後たった2年で団体の最高タイトル雀王を獲得し、当時は天才の名を欲しいままにしていました。鈴木プロが麻雀を始めたのはプロ雀士としてはかなり遅い部類に入る20歳の頃からです。鈴木プロ曰く、麻雀を始めてすぐ、あ、これ自分に向いている、多分すぐに強くなれると思っていたそうで、プロと同卓をしても自分の方が場が見えていると感じていたそうです。鈴木プロはその後、自分の実力を試してみたい気持ちが強くなり、協会の門を叩きました。鈴木プロはあまり自分語りや昔のことを話すことをしないために、どういった練習を重ねていたかは知ることができませんが、アマチュアへのアドバイスで麻雀は場数と答えていたことがあるので、かなりの経験を重ねたと思われます。鈴木プロの麻雀の基本は高打点と手役であり、鈴木プロを語る上で忘れてはならない手役がチートイツです。チートイツには並々ならぬ思い入れがある鈴木プロは、トイツ手が好きなのは高打点もたとえ飲み手であっても、一発やツモ裏ドラと組み合わせて高打点を狙えるから、守備力については安全牌を抱えやすく、捨て牌で牽制することもできるからと語っており、多くのプロがチートイツの保険としてメンツ手との天秤をかけながら手を進行させますが、鈴木プロはチートイツを狙うと決めた瞬間からメンツ手の可能性を消して大胆な進行を見せます。この手順についても、鈴木プロは天秤をかけた方が失敗してきた経験が多い、チートイツを見据えたら場の状況を見て重なりやすい牌を残した方がトータルで効率的だと思うし、トップ目からの直撃も狙いやすい手役、チートイツへの熱い思いを語っています。 RTD リーグでもたびたび鈴木プロがチートイツを目指す手牌進行を見せており、大井プロが解説役の時には、もうまたチートイツじゃん、達也のチートイツは読みにくいし、こっちの捨てそうな牌でしつこく待つから厄介なんだよと、ある意味鈴木プロのチートイツを称賛するコメントを残しています。 RTD リーグでの実績や存在感が十分でありながら、鈴木プロが M リーグドラフトで指名されない理由として挙げられるのが、鈴木プロ自身が雀荘経営を行っていることが足かせになっていると言われています。 M リーグはゼロギャンブル宣言を掲げており、リーグ参加選手の雀荘での勤務を禁止しており、鈴木プロにはこのルールが抵触していると思われます。同じ名字で盟友の鈴木太郎プロは、自身の登録名を鈴木ではなく太郎にしているのには、鈴木達也プロがいつ M リーグに参加しても問題ないための計らいとも言われており、麻雀ファンは2人の鈴木プロが M リーグで対戦する日を待ち望んでいます。今回は RTD リーグで活躍しながらも M リーグドラフトで指名のない麻雀プロを紹介しました。